MC MC ジャンプのケスです。こんにちは。緊張します。またお招きいただきありがとうございます。いや本当にもうあのすごいコメント欄やばくて。はい。エビジャのファンの方々、はい、見に来ていただいてありがとうございます。うちのファンの方々いい人じゃないですか。今日真摯に行こうと思ってるよ実は。この前集体を晒してしまったから。え前さ第2回の時めっちゃ楽しかったよな。楽しかった覚えてない。ごめんあの後半見てない。見られへん。見れない。自分が酔ってる姿。でもケスはなんか、うん、あのみんながあのこっちで喋ってる時とかになんか、うん、裏側でなんかめっちゃちゃちゃ入れてた。そう、うん、お酒めっちゃ入れてくれたりとか、うん、めっちゃ助かってたの。そうなんだ。だからちょっと。MC ケスお願いしたいなっていうことでお願いしたんですけど、人生初 MC なんでちょっとわからないことしかないですけどよろしくお願いします。あ、そう、あの前の時にあの聞かれへんことがあって、はいはい、メンバーの好きなところ、うわそれが一番嫌なの知ってる、あの男グループ、うわ10分もらっていい？めっちゃあるやん。一言ね、お願いします。うちで一番のイケメンとやる森山くん、彼はね、恥ずかしい。あ、じゃあ、ありがとうございます。グッとかけさせていただきます。すごい裏側って言っちゃあれなんだけどさ、うん、例えばこう、みんなでコラボするってやった時も、うん、なんか森山に任せとけばなんとかなっちゃうみたいな。ああ、そうなんや。この前で言うと、うんうんうん、あの相馬さんみたいな、ちょっと安心感がある、うん、あいつには。ええー。カメラ回るともう本物。あ、相馬さん裏でも本物なんだけど、うんうんうん、森山もこういうカメラとか回ると、うん、もうめちゃくちゃ喋ってくれるし、なんか、あ、でも確かにそうかも。勝手に助けてくれる。うん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 。前なんか動画撮った時になんかちょっとわかった、うん、なんか喋ってくれたりとか。うん、そうなんです。いいですね。うわ、もうねえな。え、でも一言でもいいくらいやったから、うん、じゃあ次、藤野お願いします。藤野ね、いいところ。いや、じゃあ結構あるんよ、うん、いっぱいあるからさ、うん、僕たち最近50万人で、いや、おめでとう、ほんまに。ありがとうございます、本当におめでとうございます。それでさ、なんか結構あいつらのいいとこばっか見えてくるからさ、どこをチョイスしよっかなっていう。はい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 。いや、あいつはね、すごく優しいんよ。なんかどう見えてるか分かんなくなってきて最近、周りのもうほのかもそうだし、うん、身近な人と、あと視聴者の人、うん、なんかおかしなやつじゃない。あー、まあ確かに。でもちょっと変わってるけど、なんか天才って感じ。あ、そうだよね。案外人っぽい部分の方が多くて、うん、うんうんうん、すごい最近は一番近い俺らのことを大事に思ってくれるんだなって思って。なんかその一言でとかはじゃあ伝えきれんな。え、めっちゃいい、ありがとうございます。うわー、全部いらん。全部カットしといて。あ、無理無理無理。聞かれたことね、こんな場で。あいつらのいいとこ超苦手なんだなって思った。考えとこ。適当にでも言えるように。でもめっちゃいい、ありがとうございます。すいません、なんか曖昧な感じになっちゃって。ありがとうございます、はい。